本日紹介するのは、女優の有村架純さん。生年月日1993年2月13日。身長160センチ。兵庫県出身。有村架純さんはフラーム所属の女優。兵庫県伊丹市に生まれる。2009年12月、兵庫県立伊丹西高等学校在学中にフラームのオーディションを受け合格。2010年1月、サンケイスポーツの新春企画。新春ガールズが芸能界の初仕事となり、4月に親元を離れ上京。同年5月、鋼の女でドラマ初出演を果たした。2011年1月、東京ディズニーシー、春のキャンパスデーパスポートで CM 初出演を果たし、同年11月にギャルバサラ戦国時代は圏外です、で映画、初主演を果たした。2013年4月、出生地である伊丹市より、伊丹市大使に任命される。また、連続テレビ小説あまちゃんで、小泉京子演じる主人公の母親の若かりし頃を演じて話題を呼び、知名度を高めた。日本モニターによる2013タレント CM 起用者数ランキングで、県外からトップ10入り、VIP タイムズ社による業界人1000人を対象としたアンケートで選ばれた。2014年にブレイクを期待するタレントで、女性部門1位となるなど、注目を集めた。2014年7月公開のスタジオジブリ作品思い出のマーニーで、オーディションを経てダブルヒロインの一人、マーニー役に抜擢され、同作に声優として出演を果たす。同年10月、舞台劇ジャンヌダルクで、初舞台を踏む。同年映画ストロボ、エッジの役作りのため、デビュー以来一度も短くしたことのなかった髪を20センチカットした。2015年5月、主演映画ビリギャルにて金髪ギャルを演じ、話題となる。映画ビリギャルでの演技により、第39回日本アカデミー賞優秀主演女優賞、および新人俳優賞を受賞。さらに第58回ブルーリボン賞主演女優賞を受賞する。2016年11月12日、第67回 NHK 紅白歌合戦の司会者に起用されることが NHK より発表され、翌年の第68回 NHK 紅白歌合戦の司会者に再び起用される。映画、ドラマを中心に活躍し、紅白の司会を2年連続で務めるという快挙を成し遂げた。2021年、シカゴの映画祭で日本人では初となるブライトスターアワードの受賞や、第45回日本アカデミー賞、最優秀主演女優賞を受賞するなど高い演技が評価され、日本を代表する女優といっても過言ではない活躍を見せます。そんな有村架純さんですが、趣味はダンスで特技が書道。運動神経がいいのか、ソフトテニスも得意だそうです。子供の頃はとにかくやんちゃで、怪我ばかりしており、理由として、五星戦隊ダイレンジャーが好きだったから、と語っています。いかがだったでしょうか。まだまだ伝えきれていない。彼女の魅力がたくさんあると思いますので、よろしければコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。今後も日本で活躍するモデル、女優、アイドル等を解説していきますので、よろしければぜひ、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。